この江秀では、日本の作曲家、指揮者、御用税天皇の団系十三世子孫である。この江秀での次男として、母、坪井文子の実家がある、兵庫県神戸市に生まれ、1935年10月20日に、秀丸から認知される。父の末弟の宮川忠だ男爵の養子となるも、1939年2月25日に、 宮川家の席を離れて、男爵、時は異行友の家に預けられ、最終的に、この駅へ戻った。1936年、学習院初等科に入学するも、戦争による疎開で学校を転々と移る。敗戦後、東京に戻り、学習院中等科に復学した。1947年、東方交響楽団に入団する。打楽器と団の編曲を担当した。 1959年に通し、西ドイツのマンハイム私立音楽院に入学、作曲と式を専攻した。1962年、イタリアの記事音楽院に入学し、式、作曲、映画音楽を専攻する。1965年、日本に帰国し1967年から1972年まで、財団法人、この絵音楽研究所理事、1972年から、 この絵音楽研究所理事長を務めた。後に、宮内庁式部職技術指導員、独協大学講師、高崎芸術短期大学講師などを歴任、独協大学管弦楽団の常任指揮者を晩年まで務めた。1993年6月9日の皇太子、成人新郎と、大和田雅子の結婚の儀では、パレード出発時に宮内庁楽部の演奏を指揮した。 2003年に急性大動脈解離で成居。72歳を打つ。長男のこの絵はじめはバス運送者で、この絵音楽研究所理事長を務めている。実定の宮川忠都氏は作曲家で、名の宮川陽子はバイオリニスト、同じく名の宮川優子はチェリストという音楽一家であった。この絵家は藤原忠道の子である、この絵元ザ義ヨシとし。 ご設計の一つであった。ありがとうございます。